それでは皆さん、今から00スタート。ゼロ久しぶり、社長。約4ヶ月ぶり。お久しぶりです、ね、このゼロの YouTube の番組を一緒にやるということが、そうですね、こんなに休んだことない、ね、なかったんですよね。ところで、うん、2月まで夢下春明のコンサートがあって、その時ゼロは新しい新曲のアルバムを出して、たくさんの奥様に聴いていただくために一生懸命販売して喜んでもらったんだけども、はい、それがこの2枚だね。これ後に聞きましょう、はい。で3月からコンサートが中止になった。でみんな夢下春明のメンバーというものが自宅待機で、メールや電話でやり取りしてた。ゼロともメールや電話でやり取りをしていた。ゼロはこの4ヶ月間何をしてた何をしてたのやっぱりコンサートが社長今までたくさんありすぎて、うん、もう忙しくて忙しくて、もう暇がないぐらいなコンサートがあったんですけど、急にコンサートがなくなったら、逆に何をすればいいのかパニックになりますね。で家でずっとまあいたわけでしょ。いやもうその、まあ、制限されているこのルールがあるから、うんうん、このコロナの時代でね、やっぱりそれを守りながらなんとかしたんですけど、実は久しぶりに私は韓流ドラマをちょっと見ました、ね、なぜなのかすごく、うん、その日本でも最近その話題になってるその愛のその不時着というドラマがすごく人気で、人気でどのぐらい面白いからそんなにみんな見てるのかなと思ったら、うん、最初から最後までずっと見たらすごくハマっちゃって、私もずっとそれを見つつ、私はその韓流ドラマの主題歌よく歌ってたんで、うん、そんな中でまたいいドラマの主題歌ないのかな探しながらドラマを見たんですね。いいな、ゼロ君はドラマを見てたのか。ずっと僕らっていうのはね、現場監督だから、まあ総勢二十数組の歌い手さんたち何をしてんのかなとさ、で画面では見れないけど心と自分の頭の中でみんな浮かんでくるわけよ、うん、安倍さん何してるかなとかね、うんうんうん、チェリッシュ何してるのかなとね、うん、リリーズ何をしてるのかな、ゼロは何してるのかな、あ、リュウ君は何をしてるのかなとね、あ、リュウさん、冬のリュウさんね、うん、リュウさんとのコンサートもゼロとのねソロコンサート、ね、コンサートもリュウさんがまあ韓国にいるじゃない、うん、じゃあこれも本当なら8月9月で再開したいけども、スタートしたいけども、うん、何分にも韓国から今日本に来ようと思うと2週間ぐらいとか自宅か何かのホテルでまあいなくちゃいけないわけでしょ。切ってすぐはできないですね。ということは2週間はコンサートができない、うん、逆に今度日本でコンサートをした後に韓国に帰ればまた2週間どこも行けない、うんうん、辛いねまあそんな思いの中で僕はみんなの顔が浮かんできたわけ、うん、でゼロの顔浮かぶからね、何をしてるんだかなと思ってる時に電話が鳴ったりメールが来るわけよ、うんね、でちょっとまた何が言いたいで、ね、社長、いやメールが来るわけよ、うんうん、そのメールも、うん、何か夜遅く来るわけだよね、夜遅くね、これ社長、おそらくね、お酒でも飲みながらね、言いますかこれ、いきなりちょっとプライベートの話をちょっとお酒でも、はい、でそれでそのメールがどうだったんですか。そう、うん、メールで来ると、うん、で僕はよく言ったね、ゼロにね、メール送るのもいいかもしれないけども、こういう時期だから逆にバースデーという誕生日というね、みんなに誕生日やるから誕生日か何かの歌でも詞を作って曲を出していい歌を作ってくれないかなというね、はい、うん、どうしたら誕生日かっていうと、今月僕誕生日だったわけよ、うん、7月がね、そうですね、1日 ね、はい、思い出すことあれから1年、うん、あの誕生日の日ゼロ君は何をしたか、ここで僕へのお祝いではなく同じく7月かなのかなの誕生日のファンクラブの人たちにここから電話をしたわけよ。そうですよね、いきなりね、はいはいはい、そしたらば、今でも覚えてるな、確かな、千葉県の女性かな、自転車でスーパーに行ってましたと、ね、あ、思い出しました、はいはいはい、それがいきなり電話をしたらば、はい、まあ、気が動転してしまって、その気が動転してるのが聞こえるわけよね、うんうんうん、ね、いや今日は僕とすればね、ゼロがこうやって元気にまたね一緒にできたと、これからまた始まると、今日は1年ぶりになんと7月の誕生日の人たちに全員に電話してみたらと、ああ、その元気かなという、ね、お誕生日の方ね、うんうん、はいはいはい、そうですね、特にもう私もその長い間ちょっと皆さんとお会いできなかったんで、うん、電話して本当に今どうされてるのか心配もあるし、ちょっと
聞きたいですね、皆さんの声も、うんうん、いやそれも考えたんだ、うん、何を考えたかな、今ゼロ君の子も考えたの、はい、あ8月から夢下春秋っていうのごく一部 の, 部分あの地域だけでちょっとスタートするじゃない、うんうんうん、その時にこの4ヶ月間、ね、ゼロのファンの方たちが来ます、あらゼロ元気はいいんだけどさとね、うん、この4ヶ月間何をしてたのと言われてみても、うんね、答えようがないと、だから今日いきなりもうファンの人に全部電話しちゃえば、うんね、8月からのコンサートファンの人とかお会いする時にも元気だね元気だよっていう一言が言えるじゃない、うん、いやでも今日はね8月も実は発表をまたしてないんですよね、まだ今の段階では8月の何日に夢コンサートやりますよ、ま、発表してないんですけど、今日も電話で話しちゃっていいですか、いいよもちろん、はい、その決まったことをね、はい、そうですね、はいはい、ファンの中にはね見るとさ、うん、熊本県の人もいるんだね、大変だね今ね、九州の方も ね、 ね、熊本、長野県、長野県、ね、いやもう電話つながるかね、いやそれも本当に不安ですね、電話して逆にね逆に忙しいのに邪魔だよお前って、それはないのかな社長もしかして、いやでもそれはないと思うんですけど、うんうん、いやでもね本当にこのコロナの時代で、うん、まあ、本当にダブルパンチみたいなことで、ね、なんか本当にもうちょっと、大変な思いをさせていると思うんですけど、ちょっとやっぱり聞きたいですね、うん、さ早速さ電話してみよう、電話しますか、ね、上から IOG になってるのかな、7月の誕生日ね、これ千葉、うん、お誕生日の方ですよね、7月、はい、もしもし、お世話になっております。私はちょっと、歌手ゼロと申しますが、はい、ゼロという歌手ご存知ですか？ああ、ゼロか。そうです。あまりに普通に、はい、知ってます。だからちょっと間違ったのかな。はい、ゼロと申します。お久しぶりでございます。お元気ですか？いやー、いかがですか、今回なんかいろいろちょっとね大雨でちょっと全国でいろんなちょっと被害がたくさん出たんですけど大丈夫ですか、あよかったですね、もう私がその、まあ、ソロコンサート2月にあったんですけど、その3月からのコンサートが全部その延期になってしまって、そうですよね、その千葉でもその残り5会場のコンサートがあるんですけど、そのチケットはもしかして持ってます、持ってますか、いやありがとう、残念ですね、なんかちょっと楽しみにしたんですけど、もうしばらくダメですね、そうですよね、はい、もう今実はねそのゼロゼロという僕のその YouTube 番組収録中なんですけど、そうです、だから今その長い間ちょっと空きがあったんで、そのファンの方本でどうされてるのかご心配もありまして、なんか、ご挨拶の電話しました、お元気ですか、はい、大丈夫、いや私はもう一応問題ゼロです、はい、それでちなみに今月はなんかお祝いすべきのなんか日がありましたね、ありました、いただきました、何をいただきました、バースデーカード、バースデーカードね、おめでとうございます、ちょっと遅くなりましたが、ありがとうございます、はい、そうだね、7月1日だから今月ですよね、はい、いや、お誕生日の時計どうされたんですか、何もしてません、あ何もしてもう何もしてないということは、まあ、ゼロでしたね、はい、いやでもさ寂しいじゃないか、せっかくお誕生日1日実はねうちのその石田マネージャーも同じ日がお誕生日なんですよ、本当に、そうこれ言っちゃっていいのかな、大丈夫でしょう、そう7月1日同じ日にお誕生日、まさか同じ年ではないと思うんですけど、今日はでも同じくらいかな、いやこれね女性にこのお年を聞いてもよろしいですか、67、あ67歳、あそうですね、その社長の、社長の方がちょっと弟ですね、すいません、これね、どうしたの、同じぐらいだと思ったんですか、いやーこれはね社長泣きますよこれ社長そんな見えないけど大丈夫ですか、いや社長このタイミングで実はねこの隣に石田社長いらっしゃるんで一言お願いしていいですか社長、はい、はい、どうもいつもありがとうございます、ゼロ応援していただいて、あすいません、僕と誕生日同じでびっくりしちゃった、はい、これからもよろしくお願いします、はい、じゃあ失礼します、もう社長終わり、
はい、終わり。またその、まあ、いつか、今すぐでは無理かもしれないけど、そのソロコンサートも多分社長が近いうちになるべく早くちょっとまた検討してくださると思うので、楽しみにしてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃまた元気な姿でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい、はい、その次の、いや、社長、はい、いい電話ですよね。今回はですね、ちょっと私の新しいアルバムが発表されたので、ちょっと皆さんにご紹介したいと思います。じゃあ最近ですね、その日本でも話題になっている、皆さんご存知ですか、愛の不時着というドラマね。本当に たくさんの方がちょっと見てくださって、なんか面白い面白いして、私も実はちょっと最近時間がたくさん取れたので、ちょっと見たいなと思って全部見ました。いや、本当になんかコミカルもある、面白くて涙ある、なかなかこのストーリーがなかなかね、ちょっと面白いストーリーですよね。でそこでちょっと北女性の役のリージョンヒョ、もう名前また覚えました。本当に面白いドラマでも、ドラマを見ると必ずやっぱりその主題歌があるんですよね。私もドラマの主題歌をたくさん歌ってるんですけど、私はまたいつかね、またコンサートの中でこういう愛の不時着の中でいい曲があればちょっとカバーして歌ってみたいなと思いながら、ちょっと音楽も聴きつつちょっとドラマを楽しく見ました。はい、そういうことでですね、実は私その2月、3月かけてソロコンサート、15周年感謝コンサートがありました。でもね、公開場はそのコンサートが、無事に終わりましたが、残り公開場は、東京、埼玉、千葉、福岡、最終コンサート名古屋、この公開場がちょっとコンサートができなかったので残念なんですが、その時ね、公開場の皆さん、そのまたこの CD を見てくださった方いなかったんで、ちょっと紹介したいなと思って今ちょっと用意しました。はい、今回のですねアルバムは、先ほど話したように韓流ドラマの大ヒット曲を集めたベストアルバムでございます。今回その、そうですね、過去の、このアルバムから見せましょうか。はい、1枚の方はこちらになります。はい、こちらになって何か半分書いてありますよね。はい、もう1枚の方はこちらになります。これをね、なんと合わせるとハートになります。大きなハートになりますね。こういう2枚なんですが、実はこちらの1枚の方、こちらも10曲ずつ入っております。皆さんからたくさん愛された過去の韓流ドラマ、美しき冬のソナタ、オールイン、天国の階段、アイリスなどが入ってます。そしてですね、割と最近のドラマですね、星から来たあなたというドラマ、ご存知ですよね。はい、このドラマも本当に面白くて、そこの主題歌もこちらに収録しました。はい、今回はですね10曲、私が作詞作曲した曲もボーナストラックで、幸せになりたいという曲が入っている。もう1曲はね、日本の名曲ですね、市澤めいびさんの恋人という曲もスペシャルトラックで入っております。この2種類ありますね。この前発表したばかりのコンサート、ソロコンサートの時、コンサート終わった後、物販で皆さんと握手しながらこの販売をしたんですけど、その時コンサートの後、このたくさんの方が列が長くできまして、喜んでくださって、これをその CD を買ってくださいました。はい、この CD10 曲入りで1枚2000円になっておりますが、はい、ちょっとこの4曲は実は曲かぶっております。かぶってますけど、6曲はそれぞれ違う曲が入っています。それは皆さんがちょっとお好みで選んでくださればいいなと思って入れております。はい、実はですね、私このね、合わせたらハートになるんですけど、なんかゼロ、このずるい考えを、ずるくなんか考えたんじゃないの、なんかちょっとこれなぜ2枚を合わせたの、なんか狙いがあるんじゃないのという方がいらっしゃると思いますが、はい、そうです。はい、狙いというか、もしよかったら無理しないで皆さんこの2枚を両方聞いてくださると嬉しいなという、ちょっとずるい考えもちょっとありました。はい、ぜひ聞いてみてください。じゃあそれではですね、そのまだ公開場、先ほど話した東京、千葉、埼玉、福岡、名古屋、また近いうちにまたコンサート再開できると思いますので、
またお会いしたいと思います。まあ、最近は、ね、会場でちょっと販売ができなくなったんで、ちょっと皆さんに会場ではできないんですけど、こちらの方にちょっと電話してくださった夢グループなんですが、こちらの電話してくださってお問い合わせしてくださると、その購入できますので、皆さんぜひ、聞いてみてください。ありがとうございます。応援してください。そして今大変な時期なんですけど、皆さんお体を大事にして、また笑顔でお会いしたいと思います。皆さんお元気でね。